He'll be through here. I know it. よし、楽しみ。助けるよ。わわわ、あ、今あれか。あ、泳いでる、もう泳いでる、もう泳いでる、早い。ペコーラのステルスや。やつは必ず来る。気を抜くな。誰？俺は今からうるさいハエを落としてくる。誰こいつ？俺は今からうるさいハエを落としてくる。あ、もしかしてリキッドか？あー、かっこいいペコちゃん、リキッド。昇降機を使って地上へ出るしかないか。オケペコ、オケペコ。くれぐれも見つからんように。操作方法だけ。こいつしゃがむごとに音するんだけど。シクか。なんだよこいつマジで。行こうとしてるのに。そこはほふく。右上になんかポチポチポチがあるの。ネズミっぽいやついる。曲がるね、お前曲がるねよ。ちょ。あ待つしかないぞ。どこかに身を隠すんだ。嘘だろ。え、嘘ペコでしょ。いきなりそれ、ちょ、バレてるペコなんですけども。あ、ここだ。あ、なんかあるじゃん。あ、でしょー。ライフ回復しよう。オッケー。いいんじゃないの。きちゃきちゃきちゃ。なかなかうまいかもしれない今回ペコーラのプレイ。で凍りつくことはなかった。確かに寒いところで。とうとうペプチドよ、スネーク。今回の演習でゲノム兵も使用してるわ。なるほど、安心した。実験済みってわけだ。あ、ヘリだ。あ、インド D、 ロシアのガンシップがなぜここにある。わからん。だが奴らが陽動作戦に引っかかったのは確かなようだ。待って、怖い怖い怖い。これまた何ですか。いろいろと国が中でハインドを飛ばすなんて無茶ね。誰だ。ああ、まだ紹介していなかったな。ソリトンレーダーと無線機システムの開発者メイリンだ。伝説の英雄とお話できるなんて嬉しいわ。かわいい。どうしたの。いや、画期的な軍事技術の開発者がこんなに可愛い女の子とは思わなかったの。うんうん、確かに。スネークったらお世辞は下手ね。お世辞じゃない。これからの18時間退屈せずに済みそうだ。何それ、伝説の英雄に口説かれちゃった。でも意外ね、こんなにフランクな人だとは思わなかったわ。俺たちは互いの職業に偏見を持っていたみたいだな。ああ、なるほど。そうみたい。無線機を使ってくれ。了解。寂しくなったら連絡する。無理をしないで、スネーク。何かあれば私たちに相談して。担当してるの。常に妨害しとけやって笑わせるの。周波数は 140.96 テレビ用の専用回線を覚えていてね。
優しすぎんだろ。確かに今回も分かったわ。生きて帰れたら私を調べていいわ。やったー。あれは夢のある話だ。タバコだけは携帯させてもらったよ。タバコはね、どうやって？胃の中にね、君が胃液を抑える薬を入れてくれたおかげだ。嘘ペコでしょ。タバコなんか何の役にも立たないわよ。そうとは限らんよ。敵に見つかる可能性が高そうだ。やばいペコでしょ。そこしても簡単に開けてくれるとは思えん。左と右に保証が1名ずつ。装備は 5.56 ミリのトランペットにパイナップル。え、何トランペットのにパイナップルって。すっげえ普通に歩いてるけど大丈夫、バレないの？っていうことは今から潜入を開始する。スネーク呼んだ？あ、オッケーオッケー、セーブさせてくれ。頼むペコ、話聞いてないねって。ごめん、メイリンちゃんが可愛いだけだったと思った。いろいろ勉強したわ。えない。これからもいろいろなことわざ教えてあげるね。センキューペコ。それはありがたい。だがそれよりも君のことをもっと知りたいな。くどくな、くどくな。そのうちね。もう何かとくどいとるやん。この足跡は？え、やばくね？やばくね？セコムみたいなやつ。タタラタタタラタタタラタタ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 タ。やばい、ペコーラのランボーになっちゃう。ペコだからどっか行け。よしよしよし、めっちゃ敵近い。ペコだな、やばい、引きこもってしまう。ペコなんだけど。あーたたちを、あれどこだ、ここら辺
ペコだよね。あれ、ここら辺って言ってなかったペコ？あれ、もっと左、ここだ。ない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 、もう怖いペコだから、今隠れてるペコだから。基地の運営には F16 が撃墜された。ハインド D にな。え、さっきのやつペコ？リキッドから我々に連絡が入った。今度またふざけた真似をすると容赦なく核を発射する。やばいペコじゃん。潜入を急げ。もうじきハインドがヘリポートに帰還するぞ。え、やばくね。やばい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 、逃げろ逃げろ逃げろ。よいしょ、バカ。もう最悪なんですけど。なんで見つかるペコなんだよそこで。高いところを飛んでいる鳥も美味しそうな餌を取りに降りてきたところを殺されてしまう。深い泉の底に住んでいる魚も美味しそうな餌に引っかかって釣り上げられてしまう。高潔な人でも欲をかいたら失敗しちゃうってことの例えよ。スネークもアイテムに釣られて無理しちゃダメよ。はい、ちょっと気をつけます。結構ペコーラやっちゃうタイプだから。トネルミラーだ。誰？懐かしいな。やべ、マスター。誰？どうして？キャンベルから今回のこと聞いた。サポートさせてもらおう。わかんない、マスターのサポートがあれば心強い。あ、でもすごい。サバイバル教官としての経験、知識を役立ててくれ。そのメスと他のオスの子供を殺す行動に出る種もある。なんで？なんでここなの？自分の遺伝子を残すためか。よくできたプログラムだ。怖い。ネズミがいるということは出口があるはずだ。あ、ネズミの向かった方向に行ってみろ。オッケー。欲しいペコだな。ネズミやりたいペコなのに食べれねえペコなの今回のネズミ。ネズミと同じ場所に行く、それがウサダペコーラってわけ。集中君たちよ、どっちへ行けば出口なんだ。え、レーションしかないペコなんだ。なるほどな。まずい。きちゃ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 。え、待って、いるやん。無線エレベーターを使うね。これはエレベーターだ。これは違うの。違うそうだな。なに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 。あ、出てたのに。 EV がエレベーター装着だよね。なんで行けなかったペコなんだろう。満切り。選択したら R2 ボタンを離し、しばらく待てばエレベーターが来るはずだ。まるでいいの。ボタンを押せ。オッケーオッケー。いろいろ教えてくれるペコだね。ん？女か。違うな。女か。なかなかいい女じゃないペコか。やっぱ軍隊ともあると毎日鍛えてるってものペコだね。助けに来た。どこの種族だ。
俺はあんたらのようなろくでなしを助けるために雇われた哀れな捨て駒だ。すげえよ、ペコちゃん。確かにテロリストの一味ではないようだな。ならばここから早く出してくれ。奴らは本当に核を撃てるのか。どういうことだ。テロリストはホワイトハウスを脅迫してる。撃つぞって言ってるぞ。要求を飲まなければ核攻撃を仕掛けると言ってな。なんということだ。どうなんだ。可能だ。マジか。核を撃てる。この子誰。この子どうやって撃つつもりだ。ある新型兵器の演習が行われていたのだ。兵器市場に残るな。何。地球上のあらゆる地点からの核攻撃を実現する。核搭載歩行戦車。え、メタルギア。え、メタルギア。同じこと言ってる。知っているのか。メタルギアは昔から多少縁があってな。前な縁があってな。ちょっとあんたがこの廃棄所にいたのはそれが理由か。レックスはテロリストの手に渡ってしまった。レックス。メタルギアレックス。新型メタルギアのコードネームだ。もう奴らはレックスへの核弾頭装備を完了しているはずだ。奴らはその道のプロだ。それやばくない。兵器の整備に取り扱いにも慣れている。おい、うるさいぞ。静かにしてろ。独り言だと思われてる。2つのパスワードを入力しなければ発射できない仕組みだ。パスワードが2つ。私とベイカーが一つずつ知っていた。私のパスワードは知られてしまった。言ったのかお前が。喋ったのか。サイコマンティスは人の心を読む。え、抵抗はできん。サイコマンティス言ってたびいたね。フォックスハンドの。フォックスハンドの一員だ。リーディング能力を持っている。わあ。厄介だな。怖いペコだね。おそらくマンティスはベイカーのパスワード。めっちゃ興味津々ペコじゃん。核発射を止める方法はある。何。鍵だ。鍵。セーフティーを入力解除できる。それを使えば。ああ、核発射を食い止めることができる。なるほど。ベイカーが持っていたはずだ。ベイカー。いいか、鍵は3つ必要だ。3つ。ロックは3箇所ある。マジかよ。それを解除すればいい。すげえ、この女の人も考えてるべきなんだけど。脱出するぞ。ちょっと待ってくれ。何。なんだ。他にパルを解除する方法を聞いているんじゃないのか。お前の雇い主から。いや、本当に何も聞いていないのかな。何こいつ、怪しくない。ではホワイトハウスは要求を飲む気があるのか。それは奴らの問題だ。うるせえな。俺の任務とは関係ない。しかしペンタゴンは。ペンタゴン。え、何。どうした。なぜ。え、何。何。どうしたの。ペンタゴンは。どうした、どうした。何かあったの。ねえ。何。え、何。言ったら死ぬやつみたいな。言ったらなんかその言葉発したら死んでしまうやつみたいなやつとか。もしかしてペンタゴンは。ナオミ、局長が。何があった。わからないわ。心臓発作のようだけど。心臓発作。絶対言ったよ。なんか大佐、俺に何か隠しているのか。言えよ。隠し事なしやな。分かってくれ。最高度のセキュリティクリアランスが必要だ。何。作戦を任されている大佐が最高機密のアクセス権限を持っていないというのか。本作戦の司令官は国防省長官だ。私は君のサポート役に過ぎない。スネーク、議論をしてる時間はない。そこから脱出しろ。ベイカー社長を晒すんだ。ペンタゴン。怪しいね。え、なんかやってるね。ごめんなさい、死にたくないです。